新横浜公園横浜国際総合競技場、スタジアム内部横浜国際総合競技場は、神奈川県横浜市港北区にある陸上競技場研究技場。施設は横浜市所有で、運営管理は横浜市スポーツ協会横浜 F マリノス管理 JV 共同事業体が指定管理者として行っている。日産自動車が命名権を取得しており、 2005年3月1日より日産スタジアムの故障を使用している。建設省関東地方建設局が1984年に事業着手した鶴見川多目的遊水地整備事業に横浜市が共同事業者として横浜総合運動公園整備事業として参画し、その中核施設として建設された施設。神奈川県が 主会場となった第53回国民体育大会周期大会の主会場整備や 2002FIFA ワールドカップ会場整備を念頭に1994年1月に建設着手し約3年半の後期を経て1997年10月に竣工翌1998年3月に共用を開始した日本国内最大の72,327席の 観客収容能力を誇る屋外多目的競技場でもある。建物高さは最高51.96メートル、健康43.86メートル。日本プロサッカーリーグに加盟する横浜 F マリノスのホームスタジアムの一つであり、ホームゲームの多くを開催する。F マリノスと同じく横浜市をホームタウンとする横浜 FC もホームゲームを開催することがある。 2002FIFA フフワールドカップ日本、韓国共同開催の決勝戦が開催された会場であり、同大会で日本代表が W 杯発勝利を挙げた会場でもあった。また、FIFA フフクラブワールドカップ日本大会及びラグビーワールドカップ2019日本大会の決勝戦会場にもなっている。鶴見川の多目的遊水地との共同事業で整備されたスタジアムであり、 スタジアム自体にも遊水地機能を備える。北側を流れる鶴見川の増水時には、西側の小清水包みから水が流れ込む。大雨で遊水地機能を発現させるために、スタジアムから観客が15分以内で避難できるように、スタジアムの周囲はペデストリアンデッキで覆われている。延べ床面積は172,758平米。場内スタンド。 スタジアム本体は7階建てで1階が有水地機能を兼ねた駐車場2.3階がスタジアム業務エリア4階より上が観客席となっている。本体の建設にあたっては後期短縮を図るために工場制作された約5万8千個のプレキャストコンクリート部材を現地で組み合わせる工法が採用されている。スタンドは2層構造になっており、 立ち見席はなく、すべての席に背もたれ付きの椅子が用意されている。4階と7階が、それぞれのスタンドの最下部にあたる。バックスタンドには、水色地に赤色で文字が入っているが、開設当初は2階席のみに、横浜の文字が入っていた。命名権取得時に2階席に、日産、1階席には、スタジアムの文字が入った。現在、2層目の客席は、 多数の観客が見込まれるイベント時に限って開放されている。両サイドの高層スタンド上部に幅約22.5メートル高さ9メートル大型映像装置が2機設置され、ほとんどの客席から映像が確認できる。メインスタンド及びバックスタンドの低層構部は大型スクリーンが2階席の影になるが、頭上にモニターを設置してあるので映像は確認できる。 また、大型スピーカーによる音響設備も準備されている。スタジアム全周を屋根が多い、観客席は4分の3が屋根に覆われている。低層スタンド全部を除き腕も濡れない配慮をしているが、コケラ落としのサッカー日韓戦では好天になり、スタンドに吹き込んだ風によって多くの観客が強い風とみぞれにさらされた。2012年度から東スタジアムでの F マリノス。 主観試合においては、客席は全面禁煙となる。もともとスタンドの5.7回コンコースに喫煙所があったが、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に則り、特に子供や禁煙者などの健康被害抑制に努めるための処置として、スタジアム外の4カ所に喫煙所を設け、スタンドコンコースは全面禁煙とすることを決めた。 スタジアム内2階東ゲート側には、横浜市スポーツ医科学センターが開設されており、リハビリ医療機能を持つメディカルゾーンのほか、機械体操やフィットネス施設、プールなどが設置されている。同じ場所には、市民のレクリエーション施設として、スポーツコミュニティプラザも開設され、レジャープールやクアハウス機能が整備されている。場内ピッチ。ピッチは競技場の3階レベルにあり、 地上面より高い位置にある。陸上トラックは9レーンの一周400メートル、直線100メートルのコースがあり、日本陸上競技連盟第一志行人国際陸上競技連盟クラスに公認の陸上競技場となっている。全天候型のトラックはウレタン舗装がなされ、選手に配慮されている。また、陸上トラック場を奇襲点とし、マラソンゲートを出入り点として、 新横浜公園内を周回するコースが日本陸連公認のハーフマラソンコースとなっている。なお、サッカーの試合ではトラックが人工芝によって隠される場合がある。トラックを露出する場合でもメインスタンド側には人工芝を敷く。サッカーフィールドは天然芝となっている。芝生の元80センチメートルは植木鉢のようになっていて、その下は空洞になっており。 下3 0トルのところに温水パイプが通っていて、地温を制御していることや、グリーンキーパーの炭精込めた手入れにより、年中良質な天然芝環境維持に努めている。2001年6月7日、日韓コンフェデハイ準決勝第一試合日本対オーストラリア戦では、目を開けていられないほどの集中豪雨の中で行われた。しかし、ピッチには、 水がたまらず良好なピッチコンディションを保ち続けたため、FIFA から最高レベルの国際的競技にふさわしい会場と称賛された。2001年、2010年、2011年、2012年と J リーグベストピッチ賞を受賞している。なお、トラックの外周には堀が作られており、観客のスタンド乱入防止策となっている。スタンドの最前列には、 樹脂ボードの壁があり、観客が転落してしまう場合を考慮している。北東側の上空から見た、競技場とその周辺。画面中央、白銀色の屋根がかかっている施設が、横浜国際総合競技場。その右側にある茶色のトラックの施設が小机、競技場。左上に、新横浜駅周辺のビル群があり、競技場との間には、鳥山川が流れる。 右端中央部に小机駅。下端には鶴見川とその河川敷。メインスタンドで入り口。横浜市は2003年から新横浜公園内各施設について命名権のスポンサー企業を募集していた。2004年10月7日、市は日産自動車と5年間総額23億5000万円の条件で契約に合意し、翌2005年3月1日から、 公園内にある3施設の故障をそれぞれ日産スタジアム、日産フィールド小机、日産ウォーターパークとすることが決まった。市はこの命名券売却により年間4から5億円に上る維持費の赤字解消を試みた。一方、日産は本社機能を2010年までに横、2009年8月、日産自動車は2010年3月以降の 新規契約進捗状況について、厳しい経営環境により、現在の契約金額では更新できないと発表した。市は、同年9月から命名権のスポンサーを募ったが、締め切りまでに応募した団体、企業がなかったため、同年10月下旬により、契約希望額を9月時に提示していた半額である1億5000万円に引き下げて、 再公募を行った結果、11月25日に、日産自動車が再公募に参加したことを明らかにした。他に公募に参加した企業はなく、従来の契約の終了日の翌日にあたる2010年3月1日、横浜市と日産自動車は、年額1億5000万円の3年契約を新たに、交わし、日産フィールド小机、日産ウォーターパークとともに、 日産スタジアムの名称が継続されることになった。その後、契約延長により同名称が継続されている。2015年12月2日、横浜市は日産自動車と2016年3月以降の命名権を5年契約で更新することを明らかにした。契約期間は2021年2月28日までで、契約金額は従来と同じ年額1億5000万円。 なお、国際サッカー連盟や、ワールドラグビーなどによる、クリーンスタジアム規定が適用される場合は、スタジアム名称のみならず、周辺地域についても命名権名称をはじめとする、スポンサー名称が除外される措置が取られる。日産スタジアムオフィシャルホームページの、スタジアムヒストリーを参照。2002年6月9日、日本 VS ロシア最大観客数を記録した。 横浜 FM 浦和の試合競技場をコンサート会場として使用する場合、要する面積の差からアリーナ席を設ける。基礎音席にアリーナ席を足した最大収容人数はおよそ7万5千人となる。また芝生保護の観点からコンサート開催翌週までは J リーグ公式戦を実施しない。その間、横浜 F マリノスのホームゲームは 日発三津沢球技場での開催となる。当スタジアムで、コンサート、音楽イベントを開催したのは、以下の通り。いずれも、日産スタジアム前バーステイで下車。競技場の下層部の駐車場、あるいは競技場付近のコインパーキングを利用。横浜 F マリノスのホームゲームの場合は、スタジアム内の駐車場については各試合ごとに、駐車券を販売し、その所持者のみに、 スタジアム内の駐車場利用を認めている。また、車椅子利用者席と SSS 席の年間席、購入者には別途スタジアム駐車券を配布している。サッカー日本代表戦などでは、車椅子利用者か、プレミアムシートの購入者のみに、スタジアム内の駐車場利用を認めている。スタジアム周辺は、以下の一般道路が近接している。有料道路の最寄り IC は、 第3京浜道路広北 IC、首都高速横羽線東神奈川出入り口、東名高速道路横浜オー IC。なお、鶴見川の北岸には、首都高速道路株式会社が、横浜環状道路の横浜環状北線を建設中で、2016年度に予定される、広北 IC 生麦ジャンクション間完成時には、新横浜出入り口が設置され、 横浜生田線と接続する。スタジアムから見ると鶴見川に架か,かる気候橋の対岸に位置し、スタジアムに最も近い有料道路の出入り口となる。スタジアムの管理駐車場横など、周辺5箇所に駐輪場が設けられている。日本代表戦などの大規模試合時でも、各駐輪場の利用規制はされていない。日産スタジアムに関するカテゴリー、ありがとうございます。